寝るだけ。直しとくわ。見て、ヨーグルト食べる。朝食べなかったから。え、どうしたの、サトシックさん。どうしたの、大丈夫。うん、たけしさん、オノピーさん、ありがとうございます。うん、また中吉だ。泣き。素直になったら心配された。どうしたの。大丈夫。あ、ありがとうございます。今日も会ありがとうございます。ルナちゃん、なに。あ、このおみくじは投げた人の運か。北海道帰ってないの。帰ってないんですよ。帰りたかった。帰ればよかったかな。寿司屋さん、ひろたかさん、ありがとうございます。ひろたかさん、中吉。一人なの。一人だよ。初見です、釣ってほしいです。え、え、え。ヤスさん、ありがとうございます。ヤスさんも中吉。みんな中吉だ。みんな中吉多いね。一の始発で帰る。あ、サトシックさん、ありがとうございます。中吉。そんなさ、あ、中吉期待してたの。ごめんごめん。中吉、もう怖くて引けない。わかるよ、大吉出たらもうね、引きたくないよね。せっかくグルメで函館行ってて。お、マジ。ケンケンさん、仲良くなろうね、今年ね。頑張ろう、応援してます、ありがとうございます。なんかドライグはなんかね、申し訳なくなってきちゃった。申し訳なくなってきちゃったの。なんかさ、なんか葛藤が、心に葛藤が生まれてきてます。怒られそう。怒りはしないよ。なんかね、え、なんか期待に応えたいっていう葛藤と、やっぱりスタッフさんから、スタッフさんからもの期待とかも応えたいっていう期待と、でもやっぱりこれってファンの方の協力があってのあれなので、協力があっての強さなので、申し訳なさもありつつ、なんかどうしどうのーってにょーんってなってる今。もちろん CM には出たいし頑張りたいけど、でもみたいな。アッキーさん、ありがとうございます。中吉。中吉しか出ないんじゃない。そう、なんかね、でもその別になんか皆さんに協力してもらったから絶対 CM 出れるってわけじゃないんじゃないですか。あ、大吉。大吉、ありがとうございます。ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。そうだから広告に載ってるっていうその期待にも応えたいしなーっていう。アキーさん、ありがとうございます。私はもちろん頑張ります。私はもちろん頑張るんですけど、皆さんは本当に無理しない、無理せず、本当にできる限りのできる、ん、無理のない範囲で応援していただければいいなと思います。よしひこさん、ありがとうございます。
そう、あの無理のない範囲で応援できるところ、ん、応援できる方はぜひ応援お願いします。ドムリンさんありがとうございます。大吉おめでとう。大吉近いうちに起こりうるショールームイベントもさ、いきなり来るから私も分かんないんですよね。応援してねっていう方がファンは嬉しいと思います。でもお金がかかってるからさ、お金がかかってるから強くは言えないんですけど、応援してもらえると嬉しいです。あ、そうそう、チアレターを私に送っていただけたら、私があのガチャを引いて、そこで私のレベルがどんどん強くなっていくっていうあれです。なのでチアレターをあの私に送っていただけると嬉しいです。みずみのお役に立てるの、そう、チアレターを送っても私に送ってもらえるとお役に立てます。みずみ育成ゲーム。まあそんな感じだよ。でもあのね、私が今強くなってるのは全部ファンの皆さんのおかげなので、123フォローありがとうございます。ゲームはそう、ホテちゃんとねやり方があんまりまだ分かってない。でもね、ちょっとずつ分かってきた、ちょっとずつ分かってきてレベルも上げれてるんですけど。インバルスさんありがとうございます。微力じゃないよ全然。そう、ホテちゃんとね、ホテちゃんも頑張ってて、私も頑張ってて。用語が分からない。分かる、そうね、難しいよね用語ね。そうなんだよね。たけしさんありがとうございます。 AKB マイククラッシュを回せばマイクとチアレターもらえますですって。あのガチャに期間限定、ガチャを押して期間限定のところに AKB のマイクのガチャがあるんですけど、それだと思いますきっと。お、大吉さん、中吉、大吉さんが中吉だ。総合力は何すればわかります。あ、総合力ってミュウがレベル51のやつかな、レベル51のところ。本戦に参加する12時19時22時台にドライブできる必要があるね。そうですね。大吉じゃないんかい。本当だよ、大吉じゃないんかい。そう、コラボアバターを回してもチアレターはもらえない。あ、じゃああれですね、マイクの方があれですね。何千億とかのやつ。ミユが今今日になってるやつ、今日っていうのはあれ、今日の次今日になってるやつ。総合力ドラゴン、ドラゴンリンク、ドラゴンリンク、あ、700まで上げました私。あ、ケイ、うん、やば、僕が生まれる、ケイケイケイですって、あの私ケイ言ってます。ケイはあのいっぱい対戦するんですよ、いっぱいあの進めてもらってゲームを進めるとあのコインがもらえるんですね。それをドラゴンで、あのなんだっけ、なんだっけな、ほんとね、なんかね、強化、そう、強化できるんです。コインで、コインがあれば強化ができるんですよ、そのドラゴンを。だからとりあえず、とりあえずめちゃくちゃゲームをしてコインを貯めて、あのコインを貯めてドラゴンを育成していただけると、なんかね、解放みたいなやつ、解放みたいなやつをするとレベルがどんどん上がってくるんですよ。昇竜、
ドラゴンリンクとハンター昇竜です。それをめっちゃやってました。私はよしひこさんありがとうございます。大吉やった。カウントダウン TV いた？いました。え、見つけてくれましたか？多分前髪なかったの私だけだった気がするんですけど、見つけてくれましたか？主人公のレベルはまだ51です。え、主人公のレベルってどうやって上げるの？私も全然わかんないんですよね。でもとりあえずなんかレベルを上げれるように頑張ってた。一人で騒いでた、嬉しい。多分コインでドラゴン、多分コイン。イベントめっちゃ周回、あ、そう、イベントからなんかね、1日1回しかできないやつがあるんですけど、それやるとめっちゃレベル上がります。クエスト周回するだけ。了解しました。やるね。おこんばんは。西くんありがとうございます。え、なんかさ、見てキャップばかりになっちゃったの。なんかさ、10時以降できないみたいな、ソララが言ってたからさ、今日の10時のさ、キラキラボイスさんありがとうございます。なんか10時以降のなんだっけ、 なんちゃら やんないでおいたんですけど、10時以降できないっぽくて、え、私もできないのかな、高校生ができないのかな。ギルドバトル、そう、10時以降のギルドバトルをしちゃいけないっぽくて、私はメンバーは学生縛りじゃなくって、多分学生がそれだと不利になっちゃうから、それに合わせて多分私も普通の学生以外も多分やっちゃいけないみたいな感じらしくて、不公平になっちゃうから、なんかその辺私なんかね、でもね、全然ルールをねあんまり聞いてないみたいな、なんか何がダメで何がいいとかも全然なんかあんまり聞いてなくってわかんないんですよね、まだ私も。今日キノコ今日なんか説明受けたのが12月で、1月の始まる前に全然何もなんか始まったみたいな感じで、何もお知らせも来なくて、だからね、何がダメで何がいいとか全然まだ私も分かってなくって、そうだから今マネージャーさんに聞こうかな。関係ないからいいんじゃない？関係ないからいいのかな？マジでわかんない。全然わかんない。本当に。りょうぽんさんありがとう。大吉おめでとう。おめでとうございます、りょうぽんさん。聞いた方がいいよね。でも皆さんも全然わかってないよね。ファンの皆さんも分かってないし、私たちも多分分かってないことが多いから、皆さんも分かんないことがあったら私に聞いていただけると私が確認できるので、分かんないことがあればぜひ聞いていただけると。そう、私も雰囲気だけで頑張ってたんですよ。雰囲気だけで頑張ってたらなんか多分ねしちゃいけないことをしちゃってたかもしれない。でも悪気はない、だって分かんなかったんだもん。分かんなかった、何が良くて何がダメとか分かんなかったから、
ねえ、そう、ダメなの知ってます、ダメなの知らなかっただからあのなんかなかったことにしてくださいなかったことにして、だってわかんないよ、だって何も聞いてないもん、何も聞いてなかった、あ、顔赤くなってきた、何も聞いてなかったし、うん、聞いてなかったから、自分が聞き落としたのかもしれないけど、始める前にも何もお知らせももらえなかったから。トトさん、ほらありがとうございます。え、ゆきゅうさん嬉しい、待ってます、お手紙。むーちゃんさん、ほらありがとうございます。だからあの幻です、幻だと思ってくださいなんかね、なんだっけ、上位の方が一緒に、あ、めっちゃ大人っぽいんで、ペンギンさんありがとうございます。そう、今から気をつけます。なんかさ、上位の方が一緒に戦えるじゃないですか、20からだっけ、 20? なんかいつからか戦えるじゃないですかごめん、その辺もちゃんと覚えとけって感じなんですけど、その時にできるのかな、でもなんかさ、ファンの人とチャッ、なんかコミュニケーションを取って強くなるみたいな、なんかファンの人がとなんかコミュニケーションをと取れるみたいな言われたんです。ギルドチャットのこと？あ、ジョータさんありがとうございます。明けおめ。そういうこともわかんない食べよう、ミカリンさんありがとうございます。わかんないよ、そう、幻です、あれは幻、ミユじゃない。清水さん、くもありがとうございます。お、お風呂、みも今入ってきたよ、上がったよ。とにかくあのこれからは遅れませんので、あとあれもできないんです、なんだっけ、エールも返せない、返しちゃいけないみたいで、みなぱまさんありがとう。誰にもわからないよそうだよね、あれすっぴん、すっぴんです。エールもダメらしい、返しちゃう。エールはなんかその上位の方と一緒に戦えるようになるまでダメらしくて、え、それはいいの、それはいいの、でもマジでわかんない、どうなの、それはいいの。みんな返してくれてる、え、だよね、みんなから帰ってきてる？エールはいいのかな？え、何がダメ？何がダメなの？分かんない。どうなんだろう。なんかそれも確か20ぐらいのからだったような気がする。エールはいいんだじゃあ。エールはいいんだと思う。あ、じゃあエールは送ります。明日からもちゃんと。ね、ヤスさん、ヤスさんさっきからいいよ。いやもうこの辺全部ハテナハテナになりながらさやってるよ今。20でいっぱい。そう、20でいっぱいです。そう、1日100回の規制あるっていうのも知らなかったの。もう。やらなくてさ、朝にさ起きた瞬間にみんなに送っちゃった、返しちゃった。うん、え、みかりんちゃん、なんで、ありがとう、くま、なんでお誕生日おめでたわです。え、おめでとうおめでとうなのにいいの、
おめでとう、いつもありがとう、またあの会いたいな、またあの会いたいなありがとう、お誕生日おめでとう、いつもありがとう、ハッピーバースデー、キラキラキラ、どうしよう、クマ、自分で自分を言わせたる、それが大事ね、素敵な一年になりますように、本当におめでとうございます、ありがとうございます、優しい、みんなもみんなでお祝いおめでとう、はい、そうでね、ごめんね話戻っちゃうね、でなんかドラエグのガチャ引いたらコッコのコッコになれるやつも もらえて、雪押しのうちわと、あの平手雪押しのうちわと、あとねエリちゃん、エリちゃん推しのねうちわもね出ました、あれ引くの間違えてないよね、あれ引いていいんだよね、ヒレニーハントさんありがとうございます、うるちゃんありがとうございます、ドラえご頑張ります、無理のない程度に、 PDCA PDCA みずみのバターが全然当たりません、私も全然当たんない、 PDCA、 ともきさんありがとうございます、初めて聞いた、人生で初めて聞いた言葉あ、強化素材じゃないの、ブランドチェックアクション、試行錯誤と反数、はいキラキラブさんありがとうございます、カツヤさんありがとうございます、あ、そうなんだ、え、何を引けば、皆さんからもらったそのチアレターのやつで私は 何をしたら、何を引いて強化すればいいんですか、ドラゴン、ドラゴンを引けばいいの、その AKB のやつじゃなくて期間限定のやつじゃなくて別のやつを弾けばいいの、ドラゴンのガチャ、わかりました、メキシカンサータさんありがとうございます、チチ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 、とりあえずそっち、そっち左側方面のガチャを引けばいいんですね、ありがとうございます、強化しまくります、 AKB 引かなくて大丈夫、 OK です、もう引かないもう引かない、ありがとう、難しいね、ナッカーさんありがとうございます、楽しいんだけどね、すごい楽しい、夢にみずみん出てきた、学校にいてみずみんが先生に怒られてた、え、私が怒られてたの、絶対怒られるような生徒じゃなかったんだけどえ、やっさんすごっ、カンストって何、カンストって何、ゆかるんさんからエール来た、え、じゃあエール送っていいな、やっぱり
全然言えないもん全然言えないもんっているかいないか。マックス700までは行きましたよ。もうだよね、そうだよね。キノコ難しいな。どうやってあげたの。700は解放みたいなやつ。解放じゃないな、昇竜です。昇竜、昇竜を押せば多分なる、なるよ。キノコ700は上限ね。ドボンドボンもやるよ。栗原貴博さん、ほらありがとうございます。腕輪とジュエルホルダーを手に入れてください。123ありがとうございます。そうなの、了解しました。え、じゃあ700いっちゃったから、ミウもう上がんないってこと。意味ないの、もうやった、ミウやらかしたってことドボンって楽しいね楽しいんだけど、ドライブも。装備が出るガチャってことはやっぱり一番上のやつかな。じゃあドラゴンのやつはもうやんない方がいいってこと。ドラゴンはもういらないってこと。むず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 、わかんないわかんない。おじすぎてこのゲーム何すればいいかわからん。いや、あのね、若くても分かんないから関係ない年齢、分かんない分かんない個別で強化、個別で強化、あ、合成させなきゃいけないの。あ、そういうこと。じゃあドラゴンは引かなきゃいけないんだ。やっぱり引かなきゃいけないんだ。キューブやプリズムは不要になる。ほう、わかりました。じゃあガチャを引くけど、ガチャは引きますファンの皆さんもそうですね、マイクを獲得してランキングチケットとか、あのチアレターを私に送っていただけると嬉しいです。うん、わからない方はチアレターを私にくださいお願いします。ドライブ合宿みんなでする。ほうこさん、ハロー。むずいね。そうそうそう、とりあえずあのチアレターを送っていただけると、あの私のあれになるので、そう、チアレターお願いします。教えるよ。優しい優しい優しい。モンドさんありがとうございます。モカちゃんもありがとう。チアレター送る方法は、あの17期じゃん AKB のあのこういう細長い四角のところを押して、ホームにあるこういう細長い四角のところを押して、で研究生水島美優っていうところでできます。それチアレター送る方法はね、私も多分まとめられると思うので、まとめて載せますね。そう、研修生になってるんだよね、研究生じゃなくてね。あ、まとめいさんハロー。それはまとめれます。それぐらいならできるんですけど、それ以降はねできてないんですよね。
南京まで行きますか。南京まで行ってたっけ。でもね、あ、ちょ、今日じゃない、南京まで行ってたっけ。ちょっと後で見てみます。ケイケイさん優しい、みんなありがとう。小流と仙台開放の違いがわからない。小流は多分流のレベルを上げるのかな。潜在解放は分からんけど、一応やってる。ミーはミーはどっちもやってます。全部本当に難しいよね。こんばんは。ソラさん全然大丈夫だよ。どうすればケイくんだ。うんとね、どうすればケイくんだろう。モンさんさんフォローありがとうございます。どうすればケイくんだろう。どうやって言ったかわかんないけど、多分ドラゴンを強くするしかないから、ちょっとその潜在解放とかのやつも多分ミュウ、ミュウがそれやり方合ってれば教えれるから、それももしかしたら画像に載せれるかもしれない。作れるかも。ミュウの なんか弱い。あ、違う、ミュウね、 あと皆さんにお知らせ、あの隠せるんです。自分のが強いっていうのをハテナで隠せるんですよ。ハテナで隠せるんですけど、でもそれやった方がいいかも。私隠してるんですけど、弱いやつを弱いやつをみんなに見せてて、強いやつ隠してるんですけど、そんな感じのもねできるんですよ。確かにモバメで共有、モバメで共有しようじゃモバメに載せますね、私が作った画像やばい、それはさすがにやばいか。ちゃんと載せた方がいいかさすがにそこまでしたらあれだもんね。モバメもそうだよね、お金だもん。よしひこさんありがとうございます。新規会員募集中です。まあ、モバメはもちろん募集してるんですけど、別にモバメ取れないのそうだよね。でもこれあれなんだよな、メンバーとライバルなんです。みんなとライバルだから、教え合いっ子とか教えてあげたいけど絶対流すのはリスキーだよ。だよねそうだよね。うわー、どうしようかな、モバメにしようか。ライバル、だってCM に出れるの7人なんですよ。7人ってことは、あの大勢の中から7人しか出れないんですよ CM に。ってことはそれで私がやり方とかを載せてしまうと、あ、こうやってやればいいんだってなっちゃうから。確かに配信でも他のファンの方に聞かれてるむずい、あー難しいよ。もうちょっとなんか、そうかかってるんですよ。だからみんなライバルなんですよそうなんだよね、難しいよね。協力してとかが良かったけど、そういうことじゃないし、
なんかマジで頭がつかせなんかね。レター送るだけでいいかな。レター送ってもらえるだけで本当に全然助かります。本当にツイッターで偽りの情報を大量に流す、やばいやばい。ツイッターはもうねあれです、あのそんな聞かないよね。え全員でとかね、広告イベントみたいなやつとかだったらあれだよね。そういうのがいいよねやっぱりね。りょうぽんさん中吉次は中吉です、ありがとう。レターの教え方、送り方教えて。レターの送り方はあれでモバメで送ります、明日の。うん、イケメン、ありがとう、イケメン嬉しい。みゆちゃん何何、りょんぽんさん手紙待ってるよ。けんけんさん、まあなんか協力してやりたい、なんかインスタのストーリー、インスタのストーリーもみんな見るっしょ。ゆきゅうさんがコメントしているゆきゅうさんがコメントしている。え、やすさんすごお揃いだ自己紹介、あ、自己紹介待ってますよね。え戦うのかってなるよね。昇進すると生活変わるのかな。生活って何の生活が変わる。あ、待ってます、感想も。ドライグ強いファンの9人がみずみのギルド加入して、他はチアレタを上げるのが戦いの作戦ですって、ここで言っちゃった日々の幸せ度が上がりますですってねえ、みずみん大好きです。シャオユーさんありがとうお話はメッセージで送ってくださいですって。あのやったことある方はあのどうしよう、どうするのがいいんだろう、どうするんだろう。あ、そっか、みずみん私のあのフォロワーって見れるのかな、みんな私をフォローしてくれてる方たちって見れるのかな。そしたらそこで、そこ同士で、そこ同士でいろいろ作戦練ったりとかできるよね、きっと。むずいむずい、無理なのかな、見れないよ、見れないか。みずみんずがみんなで集まって話せる場所があればいいんだけど。よくわかんないんで、チアレタ送る側に回りたいと思います。あ、回ってください、ひよちゃんは全然回ってほしい。難しい。初歩的な作戦だから、ありがとう。ギルドが決まってからなら見れるよ。かつさんありがとうございます。さくちゃんこんばんは。でも本当に分かんないと思うから、みんなあの分かる方はぜひご協力お願いします。
そうね、私がモバメで共有できればいいんですけど、モバメで共有はできるね。ゆうきさん、モバメ登録してきて嬉しい、ありがとうございます、やったありがとう。うん、みずみずじゃない人も撮ってたりもすると思うけど、まあそれはしょうがないかも。インストールしときます。りょうぽんさん、ありがとうございます。しみりょうさん、おやすみずみん、ありがとう、来てくれて今日も。ちょっとみんなで頑張ってこう、みんなで。そうだね、チャーレターの情報は明日送ります。すぐ、もう今書いて、今ショールーム終わった瞬間にメール書いて、あの送信予約しておきますっていうぐらい大事だから、そうする。総合力隠す方法、了解しました、それも載せます。2回ぐらいに分けてどんどん送っていくね。ちょっとモバメがドライグの関係、ドライグ関連になり、なりそうですけど、お許しください。それ以外もちゃんと送るけど。磯吉さん、はじめまして。あ、謎のアイリスさんだ、ありがとうドラクエ、ドライグドライグです。設定で第三者表示にすればいいよ。ドラミズミン、みずみず作戦会議、モバメ、そうモバメゲーム展開どうやっていきます。私もね、あの朝にもう無理だと思ってドボイやってた。アキさん、ありがとうございます。攻略法、チアレター送ってくださいチアレター送ってほしい。キノコ大丈夫だよ。ドボンしません。ドボンする、する、ドボンももちろんする、ドボンもするし、ショールームもする。もうね、あの救いじゃみんなごめんね、ありがとう、ありがとう。でも無理のない範囲でお願いします。私も無理はしないです。私は頑張るけど、本当に無理だけはしないようにお願いします。できる限りでいいので。お願いします。頭パンクしそうです。やめよう、もうやめよう、やめよう、ドボンの話終わろうもう終わりドボンの話じゃない、ドライグの話終わり。今日の夕食の話、今日の夕食はね、辛ラーメンを担々麺にしました。すき焼きいいね。みずみんの食べなきゃ大丈夫、ありがとう、トムニーさん。辛ラーメンを担々麺風に作ったら、パスタになったきのこおやすみずみ、メキシカンサンタさん、ありがとうございます。ミヤヒーさん、ぜひその時は私に来てください。え、なに、ケンケンさん魔法でも使ったんですか。なんでだろうね、なんかね、パスタになったんだよ。ここはおいしいさん、ありがとうございます。中吉ありがとうお雑煮とか何も食べてない、だって自分で作れないもん、一人だから、一人のために作れない辛ラーメン辛くて食べれない、辛くて食べれない方は、あのそれこそ豆乳で作るといいですよ。豆乳とチーズ入れて食べると美味しい。カウントダウン TV で号泣した話をしたいです。してください、しよう。え、アンズさん、
え、見つけてくれた、嬉しい。初めて知りました、可愛かったです。やった嬉しい、本当やった、ありがとう。あの一瞬で見つけてくれてありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。健吾さんありがとうございます。中吉兄ちゃんおやすみずみん、号泣したよね、マジ本当。みんな卵入れると美味しいです、今度やってみるわ。嬉しい、見つけてもらえたよ兄ちゃんバイバイ、ありがとうね。録画繰り返し見て号泣してます発狂したともさん、ヤッホー、ありがとう。天才的に可愛かった、嬉しい。ずっとずっと楽しくて笑顔だった。自分が水島さんかと友達から連絡来たの何か友達も、私の友達ね、私の友達が見てくれて、その見てる時の動画をみんな様子撮ってくれてて、みんなね「いた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 」ってみんな「いた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 」って言ってくれてて、見つけてくれてて嬉しかったです。大きく映っててよかったって言ってたよ。え、岡田さん嬉しい嬉しい、マジめっちゃ嬉しい。今のちょっと嬉しすぎて心が温かい今愛ちゃんも嬉しい、みんなも嬉しいありがとう、なんか本当に幸せだね。嬉しいな、世界一可愛いよ、尊いよ、本当に思ってる、まあ本当に思ってるか、いつもね言ってくれるもんね、可愛いって。わ、知ってるよ、皆さんが言うのことが好きなの。みずみんだって叫んだって、嬉しい本当やった、嬉しい、岡田奈々さん嬉しい、もう胸が熱い。またみんなに嬉しい報告ができるように頑張ります。頑張るね。お、これからショールームとか配信たくさん見に行きます。あずちゃんありがとう、見に来てね お父さんとお母さん、おばあちゃん、お、嬉しい、ありがとう。そらちゃん、そらさん、ありがとうございます愛ちゃんと新芽だったんだけどね。誰かのくしゃみが聞こえてきたんだけどさ、そんな薄い壁そんな薄い。え、みゆがさ大声で歌ってる、あのめちゃくちゃでっかい声で歌ってる音痴な歌声とかも聞こえてるのかな、隣の家の人。また聞こえてきたんだけどさ、え、もしかして聞こえてたのかな。あんずさんほらありがとうございます。また聞こえた、やばい聞こえてる、やばい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 、めちゃくちゃ夜中にさめっちゃ熱唱してるんだけど一人で。やばい、嘘、うん、やってるやってる、打たれんならセーフ、セーフじゃないわマジ、てか配信の声も聞こえてる、もしかして。恥ずかしい、マジどんな顔して会えばいいんだろう。臨時にサンリオのセトリバレてるよ、バレてるかもしれない、マジか。
え、お風呂で歌ってる、お風呂で。やたらチーチーチーって叫ぶ隣人だと思われてた。やばいやつじゃん、やばいやつじゃん。マジ？もっと響いてて、やばい。え、お風呂で歌ってる。え、どうしよう。ギャーてか、お風呂以外でも歌ってるけどな、普通に。マジか、やば。チッチッチって何？めっちゃ夜中に歌ってたんだけど、え、本当にやばい。本当にやばい。独り言激しい人だと思われてる。マジで申し訳ない。もう夜に歌うのやめよう。夜に歌うのやめます。ちょっと申し訳ない、申し訳ない、ごめんなさい、ごめんなさい、いつも。やばいね、セトリバレてる。セトリバレてるかな。見せなくても OK。 いや、オンチなのよ、あのね、なんかもうね、最近ね、なんか自分が想像してる音程が出ない、やばい。ずっと練習してるんだけど、なんかね、コロナになってからさ、めっちゃ、しかもさ、歌い続けると声がガスガサになるんだよね。これ後遺症って言いますか。なんか全然、なんかコロナになってからもっと歌えなくなった気がする。これ後遺症なのかな。後遺症か。イップスって何？切り抜かれそう、やめてください。ぜひやめていただいて。息が持たないのはある、あの、喉に負担かけた歌い方しちゃってる。そうなのかな。なんかわかんないけどね。わかんない。治る？そのうち治る？じゃあ信じて歌おうかな。アンナさん、こんばんは。歌い続きますけど、もちろんアイドルなので歌うんですけど、ボイトレもね、あれはしてるよ、前に習ってたやつはしてるんですけど。あとさ、鼻がずっとね、鼻風邪なのかな、鼻風邪がずっと治らないんですよ。鼻風邪が治らないから、それで呼吸がしづらいっていうのはあるかもしれないです。鼻声でしょ最近も。ずっとトムリンさん、ありがとう。チチ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 。体力は疲れ、わかんない、なんかコロナになったのが前すぎてあんま覚えてないけど、どうだろう、寒暖差アレルギーなのかな。まあ練習します。夜は歌わないけど、朝とか歌いたいと思います。ちょっと鼻詰まってるんだよね。肺は大丈夫じゃない？まあ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 、治るでしょういつか。花粉飛んでんの？冬って花粉飛ぶの？インフルエンザも流行ってるの？マジ？そうなの？配信で歌って、嫌です嫌です、配信ではもう歌わないって決めたんです。え、花粉、冬でも花粉飛ぶの？知らなかった。え、そ
そうなの？マジ？北海道も？カラオケないの？いつかする。練習、歌が上手になったらします。 YM さん、初めて来ました、ありがとうございます。高飛さん、フォローありがとうございます。57、ありがとう。赤ちゃんだからもう寝るかな。カラオケ配信やりたいとは思ってるよやりたいとは思ってるけど、聞かせられる歌声じゃないんだ。お眠です。神さん起きててくれてありがとう寂しいってきた気長に待つ、ありがとうございます。気長に待ってください。萌え声、萌え声出ないよ。マナさん、フォローありがとうございます。58分になったらランキング読みますね。赤ちゃんだったのです。赤ちゃんなのあの歌が聞きたい方はぜひイベントとか公演とかに来ていただけると聞くことができますので、ぜひお願いしますはい、ということで58分なのでランキング読んでいきたいと思います。15位メキシカンサンタさん、ありがとうございます。14位ココアおいしいさん、ありがとうございます。13位ヒロタカさん、ありがとうございます。12位オノピーさん、ありがとうございます。11位ケンゴさん、ありがとうございます。10位ヤスさん、ありがとうございます。9位サトシックスさん、ありがとうございます。8位キラキラ星さん、ありがとうございます。7位ウルちゃん、ありがとうございます。6位ヨシヒコさん、ありがとうございます。5位ジョータさん、ありがとうございます。4位トムリンさん、ありがとうございます。3位リョーポンさん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。1位はミカリンさん、お誕生日おめでとうございます。お誕生日の日にこんな素敵な、ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いしますということで、今年も純愛のクレッシェンド楽しみにしてます、頑張りますということで皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ちょっと前半はドラエグの話ばっかりになってしまったんですけど、無理のない範囲でご協力お願いします。じゃんけんチョキ今日はチョキです。昨日もチョキだったっけ、わかんないや。チョキです。ということで皆さん、おやすみずみ、見に来てくれてありがとう。審判とかないから3461の入院の方、皆さんありがとうございました。バイバイ。この後やるよ、ありがとう。はい、こバイバイ、おやすみ、切るね